ちゃんと配信されてるか確認してからしますね。はい、されてます。ということで、では、始めていきたいと思います。ダデブンさん、こんにちは。こんにちは。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ライブ配信ということで、ちょっとまあコロナの状況が落ち着きつつ、一旦なっているので、少しこういう配信も少なくなってきたかなと思うんですけど、まあ、とはいえ、まだまだ、コロナの状況で困ってらっしゃる方とか、まあ、今から困ってくる方とか、やっぱりいっぱいいらっしゃると思うんですね。まあ、そんな中で今日は、ひとり親家庭の支援を継続して行ってらっしゃる笑顔プロジェクトのデブン玲子さんにお越しをいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。デブンさんとはもう結構長いお付き合いになるんですけど、うん、まあ、富山企業未来塾の関係とか、まあ、いろんなところでの付き合いの中で、まあ、これだけ活動を継続されていくっていうのは、まあ、当初誰も思ってなかったことかもしれない。そうなんですか。すごい、本当にすごいことだなと思ってます。本当にすごいなと思っていて、はい、まあ、やっぱり継続するっていうのは何事も大変なことなので、まあ、今日は皆さんにね、一人でもちょっと笑顔プロジェクトのことを知ってもらって、でかつ、まあ、もしご覧になってる方の中でもご自身も一人親の方とかがいらっしゃったりすれば、まあ、そことのつながりができるといいなと思っての開催なので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと早速なんですけど、まあ、デブンさんの自己紹介かねがねですね、うん、はい、笑顔プロジェクトの紹介をお願いしたいんですけど、はい、大丈夫ですか。はい、はい、それではお話しさせていただいていいですか。はい、ちょっと今笑顔プロジェクトのページもご紹介しながらにしましょうか。はい、はい、ではホームページを皆さんご覧ください。こちらです。はい、それではどうぞ。はい、よろしくお願いします。私はこの笑顔プロジェクトの活動を10年前に始めました。で、なんでこれ始めたかって言ったら、自分も離婚の経験をしています。で、離婚を決意すると同時に、昔その大学出て小学校の教員してたんですけれども、小学校の教員に戻ったんですね。で、その時は1回退職してしまっていたので、臨時的任用講師っていう不安定な立場でした。で、すごくその不安定な立場で理不尽だなと思うこともたくさんありましたし、やっぱりいろんな待遇面でも正規の職員とは全然違うなっていうことをいつも感じていました。それと自分の担任していたクラスの中に、朝ごはん食べてこなかったり、宿題してこなかったり、あと忘れ物ばっかりだったり、あと、もうあざだらけで学校に来る子もいましたし、そういう子のほとんどが一人親家庭の子どもたちだったんですね。で、その子どもたちが大変なのはもちろんそうなんですけれども、その子どもたちを育てているお母さんが、やっぱりダブルワークとかトリプルワークをしていたり、とても精神的に落ち着き、不安定だったりっていうことが分かったので、これは私の経験も含め何とかしなきゃいけないんじゃないかなと思って始めたのが笑顔プロジェクトです。で、これまでこの活動では3つの柱でやってきています。で、1つ目がそのひとり親家庭支援っていうことで、2つ目が DV 被害者支援、それから3つ目が子育て支援です。で、ひとり親家庭支援でどんなことをやってるかって言ったら、まず親子のイベント、親子のためのイベントを開催しています。バーベキューとか、あと料理教室、それからクリスマスパーティーなどを開催しています。それから、お母さん向けにはシングルママの語り合い、同じ境遇の人たちが安心してホッとして話せる場を提供しています。それからシングルのお母さんにはぜひ知ってほしい、例えば教育費をどうするかとか、あと自分を元気づけるエンパワーメントの講座とか、そういうものも開いています。それから専門家に来ていただいて、養育費とか面会交流とかの相談会も開いたりしています。2番目の DV 被害者支援講座ですが、離婚したお母さんのその離婚の原因が DV であることが多いんですね。で、DV を受けた人は
とても精神的に疲れているんです。で、例えばカウンセリングに通ったり、あと病院に通ったりっていうことがあって、思うように働けてない、で、収入ももちろん少ないっていうこと。で、できるだけその回復を早くしてほしいっていうことから、親子向けの講座も開いたりもしていますし、あとヨガがとてもいいので、ヨガ教室を開いたりしています。で、3つ目の子育て支援ですが、学童保育の子どもの家という学童保育なんですけれども、それを開催というか、開設していて、それは一人親家庭の子どもたちだけじゃなくて、共働き家庭の子どもたちも預かっています。年間にすると250日以上開設していて。で、これは私がやっぱり小学校で経験していたんですけど、その宿題を見てあげたりとか、あと手作りのおやつを食べさせてあげたりとか、なんかそういうところがあったらいいなと思ってたので、それを実現したっていうことです。なので、子どもたちが学校から帰ってきたら宿題を見て、それから1週間に1回ぐらいなんですけど、手作りのおやつをあげて、そして夏休みなどには、英語の教室をしたり、あと食品アートの先生に来てもらって食品アートを作ったり、それから太鼓山ランドにみんなで遊びに行ったりとか、それから一日保育の時には結構いろんな公園に遊びに連れて行ったりしています。で、そういう、3つのことをこれまでやってきました。はい。大変わかりやすい説明でありがとうございました。やっぱり一人親家庭の支援っていうのは、なかなかその優先的に、例えば政治の話でいくと、県庁とか市役所とかもですね、どうしてもその数が少なく見えると思うんですよね。そのあたりこういう、NPO の活動や、やっぱり民間としての活動の支援がないと、なかなか光が当たりづらかったところなのかなっていうふうに、私自身も政治をしながら思うところです。本当に普段の活動ありがとうございます。そこでなんですけど、今こういうプロジェクトの動きがこれまでも継続されてきたんですけど、今回新型コロナウイルスの関係に、至ってですね、新聞報道でもご覧になった方がいらっしゃるかとは思うんですが、その一人親家庭も含めましてですが、その前の DV がやっぱり家庭に、これもちょっと寂しい話ですけど、お父さんがずっと家にいる時間が長くなってとか、あとはコロナのストレスがあって、どうしても家庭内でのそういう暴力行為が、多くなるというふうなニュースであったりとか、そういうニュースも加えて、あとは一人親家庭の親御さんがですね、じゃあ仕事ストップになった場合に、全くその収入源が両親とは違って、やっぱり断たれてしまうケースとか、やっぱり一番直結して困る家庭かもしれないというふうな状況で情報があったと思うので、今コロナ禍での笑顔プロジェクトさんの活動や、また一人親家庭の本当の今困っている現状などについてもちょっとお聞かせいただきたいんですけど、よろしいですか？はい、笑顔プロジェクトの活動として、数年前から食品の支援をしてきていました。この写真ちょうどそうなんですけれども、これは夜間保育に届けているところですね。で、下のは寄付していただいたお米とかお菓子なんですけど、こういうものをこれまで届けていました。で、3月ぐらいまでは、毎回だいたい月に2回ぐらい支援してるんですけれども、7件とか8件ぐらいだったのが、4月になってから15件ぐらいで、5月になってから20件ぐらい食品の支援してほしいっていうことにいう要望があって、でどんどんこう食品を分けてくださいっていう声が増えてきたんですね。それで6月にフードパントリーっていうことを開催しようと思っています。フードパントリーについては後ほどまた詳しくお伝えします。で、今コロナの影響を受けて、じゃあお母さんたちどうなのかって言ったら、4月まではそれほど影響あるのかなっていうことを思ってたんですけど、5月に入ってから失業しただとか、派遣切りにあったとか、あとその子供が休校で、ずっと家にいるから自分も仕事に行けない
で収入が減ったとか、で子どもが学校に行ってない、給食を食べていないことで、その食費だとか生活費がものすごくかかるようになって、収入自体は変わっていないんだけれども生活が苦しくなったっていうお母さんもいます。でもうこのコロナで多分一番大きなダメージ受けるのは一人親だろうなと思ってたら、やっぱりそういうことでお母さん方からは本当にお金がないだとか、収入が激減してこれから生活をどうしようとか、そういう相談があります。で本当にもうアパート出なきゃいけないかもしれないとか、ご飯にふりかけだけで過ごしていますとか、そういうことも聞いているので、もう富山県でもそういう状況なんだってことを皆さんに知っていただきたいですね。で多分ご夫婦揃ってる家庭だったら、どちらかがそういうふうになったとしても、どちらかがなんとかっていう、そういう保険みたいに考えられるかもしれないんですけど、一人親家庭の場合、一人がそうやって仕事をなくしてしまったら、もう生活が立ち行かなくなるので、それは本当に大きな問題なんです。で加えて今10万円の給付金とかありますけれども、それまだ手元に入ってきてないですよね。でそういうお金がとにかく早くそういう人たちに届くように、政治にはぜひ頑張ってほしいなと思っています。で今そうですね、その本当はこれまでにもとても大変な家庭がたくさんありました。で、そういう方に支援とかしてきましたが、このコロナのこういう社会が騒ぐことによって、やっと一人親家庭がこれだけ大変なんだっていうところに注目されるようになったっていうところで、すごくこのコロナについては本当にお母さんたちに大きなダメージを与えているのですが、もしかしてここでなんか声を上げれば、もっと制度とか改正されて、シングルのお母さんたちが暮らしやすい社会になっていけばいいなと思っています。で、もともとその一人親家庭、シングルマザーが大変なのは働いてないからじゃないんですよね。みんなほとんどの人、80%、富山だったら90%以上の人が働いていても貧困なんです。で、日本全国で言ったらシングルマザーの母子世帯の貧困率っていうのは50%以上なんですね。で、それは働いていないからではなくて、結局その社会保障の制度が諸外国のようにうまくいってないだとか、あと養育費をもらってないだとか、もともとその派遣とかっていうことで就労収入が少ないっていう、そういう3つの大きな原因がその貧困率を上げている大元なのかなと思っています。なので今そういうところをいろんな制度ありますが、少しずつ変えていかないと、お母さんたちはいつまでたってもこの状況から抜けられないし、それが直接子どもたちにも影響するので、今それは声を大にして、こうお母さんたち、シングルマザーってこんなに大変なんですとか、なんかお金持ちにとってはとてもいい税制かもしれないけど、本当にお金のない人たちにとってはとてもしんどい、例えば消費税も10%になったりとか、そういうところでも大きな影響があるんですね。なので、そういうところを訴えていかなきゃいけないかなと思っています。すごく、現状よくわかるお話でした。やっぱり、普段から厳しいところに、追い打ちをかけるように、今回のコロナっていうところでの、仕事上の厳しさがあると。皆さん働いていらっしゃるけど、その仕事の不安定さであったりとか、あとは子供たちが学校に行かないからこそ、増える、金銭的な部分を含めた負担っていうところが、重くのしかかってるっていうふうな現状そうだでとす。いうことですよね。県も、ね、多少なんかその食料を、ね、そういう家庭にみたいなことの、一時的な支援というかね、本当に簡単な支援だけは何か始めてますけど、もっと直接的に、例えば金銭的な、やっぱり負担を強いられてるというところに対して、例えばその給付金のね、申請をするっていうのでもそんな余裕がなかったりとか、その申請をする手続きがなかなか時間かかりますから、役所に行っても時間かかるし、オンラインでできればいいんですけど、なかなか皆さんができるわけじゃないというところで、そのあたりの人的な支援というところもまだまだ足りてないのかなというふうに思っています。
まあ、そこの支援も皆さんから、まあ、普段の支援も含めてですけど、まあ、エゴプロジェクトの方で、フードパントリーの話も後ほどしていただくんですが、例えば寄付を受けていただいてたりとか、何かその具体的にこれまでもこれからもやっていく一人親家庭の支援で、私たち、そうじゃない家庭も含めてですけど、何か応援したいなっていう方が、どんなことを今できるのかっていうところ、それは笑顔プロジェクトさんと一緒にっていう意味ですけど、例えばどういうふうな形での支援の方法があるかっていうのを教えてもらえますか。そうですね。まず一番ありがたいのはお金です。というのは、お金があれば食品を買えるわけです。昨日も買い物に行ってきました。お米だとか、あとそれからマヨネーズとかケチャップとかお醤油とか、そういう調味料とか、あとラップだとか、あとレトルト食品、インスタント食品、そういうものを買えるわけですね。それを必要だと思うものを買って、その大変な家庭に持っていくことができます。で、食品の支援もありがたいのですが、食品は結構その賞味期限であったり、それからあと置く場所にもちょっと困っていたりするので、やっぱりお金の支援っていうのが一番ありがたいです。それからこの今度のフードパントリーをするにあたって、私の活動は本当に無償のボランティアでずっとこの10年間やってきてるんですね。で、やるとしたらやっぱり自分一人しかいなくて、お金がないので、誰かスタッフ雇うとかそういう余裕ももちろんないので、何かやるとしたら結局自分一人でできることって考えてきていました。だけれども、今度のフードパントリーの時に、ライオンズクラブさん、富山東ライオンズクラブさんがお手伝いくださることになったんです。なので、そういうマンパワーがあるっていうのはとてもありがたいなと思いました。なので、そういう組織とかだったらとても安心してお任せできる。例えば、DV の被害者の方とかいらっしゃって、そういう方は、いまだになんかいろいろ辛い経験をされているので、いろんなお願いをするときに、特に男の方にはいろんなお願いをするんです。大きい声出さないでくださいとか、もう物音立てないでくださいとか。で、そういうことも、例えばライオンズクラブさんとかだったら、お願いします、こういうところ気をつけてくださいっていうことを言って、やっぱりボランティア精神もお持ちの方たちなので、そういうところは理解してくださるし、例えば今度のフードパントリーの時には、じゃあ、机とか、あと駐車場どうするとか、そういうところまでこう組織で考えてくださるので、とてもありがたいなと思っています。なので、一番欲しいのはお金、それから2番目はそういうボランティアをやってくださるような、そういうしっかりした組織の方とか、あとここのところ企業の方からの応援をいただいたりしてるんですね。で、どういうことかって言ったら、もちろんお金、CSR でお金を出しますっていう方もいらっしゃいますし、あと自分ができるところで、じゃあ、私ホームページはもう本当に無料のホームページを今見ていただいてる、ちょっとそういうものなんですけど、じゃあホームページ作りましょうとか、あと、仕事をシングルマザーのお母さんたちの仕事をちゃんとこうプログラムを作ってとか、そういう企業も出てきているので、いろんな形でその企業の方には自分たちができるところで考えてくださるとありがたいなと思っています。ありがとうございます。やっぱりお金の支援は企業個人とも受け付けていただいているということなので、まあちょっとね、言い方難しいですけど、今回例えば10万円の給付がそれぞれ来ましたと。やっぱりそれを誰かのために使いたいっていう方も結構いらっしゃるんですね。まあそういう時に、まあそれを例えば、笑顔プロジェクトさんの方に、まあ全てじゃなくたとしても、お一人お一人はお気持ちで寄付をされるっていうふうなことが、今後の一人親家庭の支援にはかなり大きく、やっぱり影響すると思いますので、そのあたり、ぜひ考えていただきたいなというふうなところです。せっかくフードパントリーの話が出ましたので、そちらのご紹介も合わせて進めてもよろしいですか？はい。ちょっとこれは画像でのごあ紹り介がにとうなごりざまいす。ます。はい。じゃあお願いします。6月14日日曜日、
14時から16時に一人親家庭の方に食品を配布いたします。でもちろん無料です。でただこれ来ていただくときに申し込みは必ずしていただきたいんですね。でお名前をいただきたいのと、あとお子さんが、何人いらっしゃるか、それによってそのお渡しする量も違ってきますし、あとお子さんの年齢によってお菓子をお渡しするかどうかというところも違ってきますので、必ず笑顔プロジェクトに、メールで申し込んでいただきたいんです。でメールでいただきましたら、こちらからその参加するかどうかっていうフォームをお送りするので、それに答えていただく。で、それ返していただいて、で、受付でお名前を確認してから中に入っていただくので、必ず、申し込みをしていただきたいなと思っています。で、その時にお渡しするのが、お米だとか、レトルト食品、インスタント食品、あとラップだとか、お醤油だとか、そういうものをお渡しします。で、あとちっちゃいお子さんがいらしたらお菓子もお渡しします。それから私の友人が作ってくれたマスクとか、そういうものも手作り の布のマスクなんですけれども、それも置いておくので、そこを選んでいただくとか、あとパフォーマーに来てもらっているので、バルーンアートのプレゼントもあります。で、お母さん方にはその食品をお渡しした後、支援策、いろんなお金を申請するとなんとか用立ててもらえる支援策があるので、それについてお伝えしようかなと思っています。実際に緊急小口資金っていうのを申し込んだ方がいらっしゃったんですけれども、一つチェックしとくと20万円までもらえ支援してもらえたのが、チェックするところを知らなくて10万円までだった。それですごく残もう一回申請し直そうかとか、そういうお母さんもいらしたので、今すぐに使えるその支援、どんなものがあるかっていうことをお伝えしたいなと思っています。それとあと議員の方、県議会議員の方と市議会議員の女性の方なんですけど、来ていただいて、その方たちに今の現状、こんなことに困っているからこうしてほしいとか、そういう声を届けようと思っています。なのでただ食品をお渡しするだけじゃなくて、そこに来てもらって、あ、こんな支援があるんだったらこれ使えるなだとか、あと自分一人じゃなかったんだなだとか、あといつもこういうことを思ってるんだけど、もっとこういう制度を改善してほしいだとか、そういうことを言えるような場にしたいと思っています。なのでただのフードパントリーではありません。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ただのフードパントリーではないということで、大変、盛りだくさんの企画になりそうですね。これは今回先ほどおっしゃったライオンズクラブさんが共催で入っていらっしゃるということで、人手なんかはある程度そこで出していただけるというふうなことですね。ここは一人親家庭の方に事前にお申し込みをいただいてお越しいただくということなんですが、もし何かここで役立ててもらいたいものがあるとか、そういう場合も一旦デブンさんの方に何かご連絡を差し上げれば、もしかしたら間に合うものもあるかもしれないですね。そうなんです。実際この間新聞で紹介していただいてから、お米だとか、あとハーブティーだとか、それから乾物、海苔とか椎茸とか、そういうものも実際に持ち込んでくださってる方がいらっしゃいます。で、できればうち保管する余裕がないので、当日12時過ぎに会場にお持ちいただければありがたいですってことを伝えているので、当日12時過ぎ清水町公民館の方に持ち込んでいただければ、それをお母さん方に配ることができます。だいたい今のところ40人ぐらいの申し込みがありまして、その他に遠くてちょっと体調が悪くてとか来れないっていう方にはまた後ほど送ることにもなると思うので、全部で50人分ぐらいは用意しようかなと思っています。でも50人分いるっていうわけじゃなくて、例えば5人分でも10人分でもあったら、それを持ち込んでいただけたら、いろんな袋を作りたいなと思っているので、ありがたいです。はい、ということで、当日の12時過ぎぐらいに清水町の公民館に
直接お持ち込みいただければ、それを役立てますよということですよね。はい、ありがとうございます。今回、フードということで食品中心なんですけど、それ以外の支援のものであるとか、あと、ちょっと、デムさん大変かもしれませんけど、当日、例えば、ちょっとお金を寄付したいんだっていうふうな方もいらっしゃれば、受付は可能ですかね、その場でも。そうですね。そしたら領収書をちゃんと持って行っておきます。ありがとうございます。はい。ということなので、このフードパントリーを通して、議員の方もそこにいらっしゃるということなので、そこでのいろんな声をまた私たちは政治の方で活かさせてもらえばなというふうに思います。はい。当日おそらく、マスコミも各社駆けつけると思いますから、今回フードパントリー、これで、1回で終わらずにですね、今後ももしかしたらっていうことですよね。この後も9月、12月、3月と続けたいなと思っていますし、あと本当に大変なお家には個別に食品を送るということもしますので、なので今、大変なこのコロナの時なんですけれども、なんとか乗り越えてほしいなと思っています。ありがとうございました。ということで今日はですね、笑顔プロジェクトのデブンさんに出演をしていただいて、一人親家庭、昔は母子家庭っていう方をしてましたが、今は父子家庭、お父さんが一人っていうケースもやっぱり多くなってきてるのもあって、一人親家庭という言葉が一般的になってきました。この一人親家庭の支援を富山を中心にしてらっしゃる笑顔プロジェクト、この活動のご紹介と、あと、今度の日曜日に、行われるフードパントリー。このご紹介をデブンさんの方からしていただきました。最後に、デブンさんから一言またあればと思うんですが、私の方からは、笑顔プロジェクト、いろんな関わり方があると思いますので、寄付もあると思いますし、そういったイベントのお手伝いもできると思いますし、そういったことを、これをきっかけに知ってもらえばなと思いますので、最後にデブンさんからお願いします。ありがとうございます。お金の寄付は一番ありがたいっていうことと、あと他にこれ言うの忘れてたんですけど、親子のイベントでね、私一人ではなかなかできないんですけど、例えばお寺さんが協力してくださったり、あと氷見の、団体が協力してくださったりで、楽しい企画がいっぱいあるんです。例えばお寺さんだったら子どもたちに習字を教えていただき、お母さんは人生相談をするだとか、あとその氷見の団体の場合、竹林の中に入って竹を切り出して、そしてその竹で食器を作って、でその竹林の中でピザを焼いて食べるとか、そういうすごく素敵な団体があるので、そういう自分たちはこんなことができるよっていうことがあったら、ぜひ私のところに持ってきていただけたら、その一人親家庭だとなかなかできないような、そういう遊びとかも体験させてあげられるので、ありがたいなと思っています。はい、ありがとうございます。いろんな関わり方ができるということで、自分の今やっている活動もそこに活かせないかっていうふうな、そういった視点でも、ぜひ笑顔プロジェクトさんの方にご連絡をいただければと思います。フードパントリーに関しては、チラシのデータを、コメント欄に後ほど載せておきますので、もう一回言いますが、今度の14日日曜日に、富山市の清水町の公民館、もし何か、公民館の横に体育館があるんですね。体で、育館ね。はい。密にならないように、とにかく体育館で、体育館で、はい。賑やかにやるんじゃないんです。本当にマラソンの給水所みたいに、こう、なるほど。くっつかないようにということで、時間帯も大体分けているんです。前半がこう、あ行から他行とか、後半なるがほそど。れ行くとか、なるべくそうやって密にならないようにということを気をつけてやっています。かりました。そこにもし支援のものであるとか、寄付金であるとか、ぜひご協力いただける方は、12時過ぎに清水町の公民館の方に足を運んでいただければというふうに思います。それでは今日は笑顔プロジェクト、一人親家庭支援のデブン玲子さんとライブ配信をさせていただきました。皆さんもコロナでまだまだ大変ですけれども、一緒に頑張っていきましょう。それではデブンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。